はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、トニーです。ジャイです。はい、うん、久々にファームトゥギャザーの世界やってきてるんですけども、久々ですな。そうですね、ね、うん、さっきね、うん、僕のスマホが壊れてたんかよくわかんないんですけど、急にね、うん、シリーが反応しだしてね、先輩に、メッセージを送ろうとしたんですよ。マジで？めっちゃ怖ないですかこれ。めっちゃ怖いやん。そう、あれね、なんか僕がなんか独り言ブツブツもし言ってたら、それが全部本文として採用されて、うん、採用送られてるところやったんですよ。マジか。まだ先輩やからよかったものの、うん、ね、他の人、あのなんか先輩の先輩とかに行っちゃうとね、ちょっとまずいでしょさすがに。うん、ちょっとね、ほんと気をつけた方がいいと思うんですよこれね。前都市伝説であったじゃないですか、あの何、シリーが侵略してくる。そう、侵略すると人類を滅ぼすかもしれないみたいな、うん、そう、だからそろそろねちょっと気をつけた方がいいなと思ってます。じゃなくてね、今回の動画は、うん、7月26日もコミュニティの方で書かせてもらったんですけども、まあ1ヶ月間、動画投稿をお休みしますというお知らせをですね、するために、撮っています、うん、ね、なんで休止じゃなくてお休みにする、1ヶ月もの間をお休みにするのっていうところなんですけども、まあ、新しいコンテンツも取り入れてみないかという話にもなりましてね、それが、実現できるかできないかはちょっとまだ分かんないんですけども、まあその新しいコンテンツするためにやっぱりいろんなその準備だったりとか、まああとは情報収集だとか、うん、ね、まあいろいろちょっとしないといけないかなって思ったんですね。そうなのです。そう、ほんであとはもうゲーム実況もまあ今後もやっていくんで、うん、まあそのゲーム実況する上で僕たちの弱点みたいなところも同時にこう見直して いけたらなとも思ってるんですね。そこの強化もねしないと。そうっていうことで、ちょっと一旦、まあ、考える期間というか、まあ、己を高める期間の1ヶ月ということで、っていうことですね。そうですね、はい、ということで、あの1ヶ月間ちょっと少し長いんですけども、お休みさせていただきますという報告ですね。はい、はい、ということです。 YouTube 自体は絶対やめないし、ゲーム実況自体もやめないので、はい、温かく応援してくれたら嬉しいなと思っております。はい、ちょっと1ヶ月長いかなとも思いますけど、でもまあ落ち着き次第も動画アップしますんで、まあ、とりあえず目安1ヶ月ということで、まあ、1ヶ月以上伸びることはないと思います。なんとか1ヶ月以内に。怖いな殺人なんでそんなことするんですか。期間は守ってね、それよりも早めに上げていけたら最高かなとは思うんですけども、というところで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。それではまた1ヶ月後にお会いしましょう。はい、トニーでした。ジャイでした。またね、バイバイ。あ、間違ったやばい最低バイバイ、またね。そんなダンス覚えてたんですね。ダンスかそれ。あ、それアップデート内容です。そう、うわーいいな、うわーそれ装備してこりゃよかった。これも古いのか。僕の中では最新なんですけどね。もう格好のあんまちさよ。